信長様、鷲津丸根の領砦より急死が、今川の大軍が尾張に向け動き出したようで。で、あるか。頼りになる信行兄様はもういない。年家も出て行ったっきり帰ってこない。姫、ないものばかり数えても勝てはしねえ。信長様、まずは家中の者たちを集めて軍議を。軍議などいらん。すぐに陣触れを出せ。支度が整い次第出陣するぞ。は、承知。柴田の旦那、いよいよ今川と対決ですか。こりゃ手柄も上げ放題ですかね。気楽な野郎だ。相手は今川義元だぞ。本気で勝てると思ってんのか。さあ、おいらには分かりませんが、信長様なら何かやってくれると思いますよ。いい加減なことを。だが確かに信長様は諦めが悪い。なら俺たちはその諦めの悪さに従うのみか。ついに今川が攻めてきたそうね。これで織田家もおしまい。残念だわ。しまいかどうかまだ分かるまい。あなた、まさか勝つ気でいるの？当たり前だ。いかな大軍も不意をつけば崩せる。俺はこの戦で義元を討つ。本気なのね。呆れた。最後に立っているのは俺か義元か。機長、お前が見届けろ。いいな。ええ、そうさせてもらうわ。皆の者、兵を進めよ。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。義元、感動にも賞を置いていたか。急ぎ打ち払い、田楽狭間へ向かうぞ。本陣を置く前勝寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。我が命、ここで尽きようとは。討ち死に。乗れ。こんなところで討ち死に。惜しまず言いかけよ。織田勢を生きて返すな。信長様、大竹をお頼み申しましたぞ。討ち死に。あの者らの死は決して無駄にせんぞ。田楽狭間は目の前だ。この勢いで進め。開門。義元、覚悟。な、奇襲だ。皆の者、落ち着け。頃合いか。信長を包囲せよ。本田平八郎忠勝、水産
何？奇襲が読まれていたか。影武者に増援。私たちがどう動くか吉本にはお見通しだったよ。あそこが敵本陣ってわけね。見てなさい、すぐに落としてあげる。手触りだ。大変、山の方から敵が。落ち着かれよ姫。敵が来たならば迎え撃つのみだ。開門。吉本は田楽狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたんだ。策が当たり、吉本は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。信長様はぶちか。くそ、俺がいねえ間に食いてる場合じゃねえよな。けどけどけ、槍の又佐様のお通りだ。またざめ、ようやく戻ったか。役目は果たした。引こう。潮時か。織田も少しはやるじゃねえか。七にとどまる通りはない。急ぎ抜けるぞ。開門。前線の砦は手薄のようだ。奪い返せば敵の規制を削ぐことができよう。開門。手触りだ。信長様、壊してくとは。遅い。いいから手を貸せ。マタザ、お前の力が必要だ。おお、なんだってやってやるぜ。終わりのうつけめ、まだあがきおるか。世に立てつく愚かさをその身で知るがよりは。そこか、吉本。もう最悪よ。次から次へと。このままじゃさすがに厳しいか。待たぞ、権六を助けて引き上げさせる。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった、俺に任せてくれ。なんとかしのいだな。んで信長様か。およからのこと捨てなんだが。なるほどな、承知した。行ってから撤収するぞ。他んとこにいる奴らにも伝えてくれ。とにかく兵を集めろってな。配属条件変更。もはやうつけは風の前の塵に同じ。家康よ、そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。家康、やはり来ていたか。奪還がなったか。これで少しは砦を守って撃たれた者たちの手向けとなろう。この信長こそが天下無双よ。兄上、戦いたくはありません。吉本公園飯盾がまだ霧に縛られ、忍獣の道を行きたいならば止めません。だが悔いは残すな。討ち死に。討ち死に。俺がやる。およ。討ち死に。討ち死に。
切り崩す。進むべき道は己で見定めるもの。行け家康、あとは好きにせよ。兄上、しばし時をください。織田は本陣を捨てて逃げ散った。うつけのあがきもここまでような。開門。よし行くか。今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。今川の偉大さ、その身に刻むがよいわ。打ち死に。決まっていくぞ。打ち死に。受かったな。これでは吉本様に合わせる顔がない。岡部様が敗れたようだぞ。どうすれば。おりゃ。家康様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。俺がやる。およ。織田の奴らが来たぞ。逃げろ。敵の二だか。残らず奪っておけ。まだ懲りぬ。よし行くか。さらに攻め立てよ。ほらよ。うつけ目に覇者の部位を見せつけるがよい。開門。おりゃ。おりゃ。来たな。全軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。突き上げだ。おら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 。はあ。後ろから織田勢が。俺がやる。これで今川勢は崩れよう。今こそ吉本を討ち取れ。積みには兵糧だぞ。みんなで食っちまおう。おのれ、まだあがく。いかに羽虫が騒ごうと、今川は微塵も動じぬわ。おじ様には指一本触れさせないんだから。行くぜ。やはり兄上と共に歩むのは徳川の道。瀬名には引いてもらう。家康、腹をくくったようだね。おじさま、ごめんなさい。開門。くらえ。残すは吉本の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手づから引導を渡してくれるわ。久しいな吉本、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけ目が、己が無力に絶望し果てるがよい。目障りだ。戦況がひっくり返った。兄様が諦めなかったから道が開けたんだ。本陣を空にして敵の油断を誘うだなんて、あの人に驚かされてばかりね。おれゲロ、よう誰と心得るか。いける。さすがは吉本、その胆力波ではない。壊してくれ。俺も力を尽くさねばなるまい。打ち死に。燃え尽きよ。目障りだ。うつけめ、化けおったか。
なき者は力ある者に従うが道理だったな。認めぬ。この左文字を掲げ天下を滑るは今川義元ぞ。いやお前の野望も左文字もこの信長がもらい受ける。それであの赤子はどうした？ああ公園に預けてきたよ。食うに困らねえようにはしてくれるはずだ。そうか、手間をかけたな。なあ信長様、少し織田を離れて頭を冷やして、俺はお前ら兄弟の本当の思いに気づいたんだ。だからこの先は何があろうと信長様についてく。それだけは言っとくぜ。ああ覚えておこう。この先ずっと今川にこき使われるものと思ってたが、どさくさで独立できて万々歳だな。それも兄上の寛大な処遇あってのことだ。この先の戦いでしっかりと恩を返さなくては。今川に従うことで生き残ってたくせに、いい気なものね。瀬名、義元公はもういないのだ。そなたもここが嫌なら駿河に戻ってもよいのだぞ。おじさまの言いつけで私はあんたに嫁いだの。おじさまはいつも正しかった。だから今川には戻らない。一生あんたから離れてあげないから覚悟なさいね。これからもよろしく頼む。見届けたわよ。最後に立っていたのは確かにあなただった。言っただろ、俺は殺されても死なん。本当にそんな気がしてきたわ。ほう、お前が笑うとは。不思議ね、あなたといると心が少し軽くなる。少しか。お前の心にはまだ親父殿が居座っているらしい。そうかもしれない。いつか父上の呪縛から解き放たれる日は来るのかしら。